けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。上長です。はい、やっと2022年、迎えられました。去年はとっても僕にとっていい年だったんですけども、今年はもっともっと、私にとっても、それからエランに関わる子どもたち、それから保護者にとっても、いい年にできるよう、全力で頑張っていきたいと思いますので、応援の方どうぞよろしくお願いいたします。また、この YouTube をご視聴いただいている皆様に、もう少し高頻度で動画の方をお届けできるよう、僕ももうちょっと面白い動画のネタだったりね、更新頻度上げていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。新しい1年始まりましたけど、僕にとってあんまりこう特別なことはなくてですね、ただ暦が変わるというだけで違いはないんですけども、年始からね、イベント目白押しですよ。1月のもう9日から日産カップの方、始まります。ユナイテッドにとっては初めての、公式戦になります。夏の合宿の時にですね、子どもたちと目標を立てました。中央大会進出、県でベスト32ですね。簡単なことではありません。ただ、立てた目標に対しては、しっかりと、積み重ねをやってきました。なので、私も子どもたちも、公式戦、ゲームでね、しっかり表現するだけだと思いますので、まあね、勝てば何でもいいっていうわけではないと思ってます。それはもう子どもたちにも伝えてあります。私たちがやってきた、フットボール、ね、これを、皆さんの前でお披露目する、いい機会かなと、思っております。しっかりと戦ってきますので、またそちらの、経過報告もね、動画の方でできればと思いますので、よろしくお願いします。年末の短期、たくさんの選手たち、それから30日もですね、参加いただきました。皆さんありがとうございました。ね、一日で何かをこう伝えるのっていうのはとっても難しいなって、思ってます。また春か夏に短期をやろうと思ってますので、その時はまた人数だったりとか、テーマだったりとかっていうのを考えていければなと思っております。あとね、5日と6日も実は短期あります。フィジカルと、それからドリスクの方、こちらまあ若干空きあるので、年始で体がなまってる方、いかがでしょうか。6日なんかはね、午前午後で買うとお得なセット料金になってますので、こちらもよろしくお願いいたします。ユナイテッドの U8 クラス、今の年長さんと、現1年生のクラスですね、ユナイテッドの、こちらも、開校が決まりそうです。1月22日に、最終のプレ活動の方を、行います。で、これで、希望者を取って、6名以上だったらもう1月30日のカップ戦があるんで、そこからもうスタートという形になります。2年生はね、今もう1人入って3、4年生と一緒に活動してるんですけど、それから年長さん、これからチームを決めるっていう方、ね、それから1年生でチーム探しの方、一緒に上達しませんか。うちのメソッドでしっかりと鍛え上げますので、もし参加希望の方は1月22日の、プレ活の方に、参加していただいて、ご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、あとはそうですね、年始恒例の、目標設定、まだ今年何をしようか、考えておりません。去年は10個ぐらい書いたのかな。10個ぐらい、見てみて、こんなノートにですね、あんまり詳しくは見せないですけど、こんな感じで、書いております。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個目標を立てて、6個は叶ってますね。で、あとそのうちの2つはもしかしたら3月ぐらいまで叶うかもしれないですね。あれ6個、そうだな、そうですね、あと2つはちょっとまだなんですけど、皆さんもこれぜひやった方がいいと思いますよ。書いたことって結構実現しますよね。僕もメンターさんつけて、そういう勉強をたくさんしてるんですけど、書いたことって自分のこう意識に引っかかるようになるんで、そこに向かってこう自分が動くようになってくるようなんですよね。で、僕も本当目標立てたりとか、こうしたいな、ああしたいなっていうものがあって、もう意識の外にあったことでも、いざこう叶ってみると、そういえばあの時こんな風に思ってたなとかっていうことが結構、あるので、
ね、選手もそうですけどね、あの保護者の方たちも、1年の目標っていうのをこう書いて書き出してもらってね、こう意識していただければいいかなと思っております。なんか一番いいのは目にいつもつきやすいところに貼っておいたり持っておいたりとか書いておくっていうのが一番いいみたいですよ。僕はいつもメモ帳に書いてるんですけど、で今年の抱負まだ書いてないんで、これを書くのが楽しみなんです。一番最初の年、年の初めに今年はどういうこうオーダーっていうんですけどね、自分に対してオーダー出すんで、どんなオーダー出そうかなみたいな、これがめちゃめちゃ楽しいんですよね。そうですね、あとは新年度に向けてですね、スクール戸塚校とかの方がですね、空きが少なくなっております。もしスクールご入会ご検討の方は、ホームページの方もちょくちょくいじっておりますので、あの空き状況とか分かりづらいとかね、ユナイテッドのチーム募集してるんですかとか、そういうの結構いただくんですけど、うちのちょホームページが水浸ししてます。僕は全然あのホームページ係に更新してくれって言ってなかったんで、ただあの最近はね、アップしたこと全部トピックスの欄とかにバンバン載せてますので、こちらチェックしていただいて、あのスクールの空き状況だったりとか、ザワのアドバンスクラスとかもね、空きがありますので、セレクションはやりますけど、相模原とか県央地域の子は、ぜひお試しセレクション受けに来てください。今年を最高の1年にしたいと思いますので、今年もどうぞ1年よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。